自律神経回復のためセロトニンを活性化だ。はい、前回の続きです。セロトニンが少なくなると様々な自律神経の不調が出ます。ですからセロトニンを活性化して高めないといけない。その方法です。2つ目は睡眠です。睡眠規則正しく、そして6時間から8時間は寝るようにしてみてください。そして2つ目、日光浴です。朝30分ね、日光を浴びるといいです。そして3つ目、適度な運動、激しい運動じゃダメですよ。ウォーキングやヨガ、ランニング、自転車などがいいです。そして4つ目、人との触れ合い、家族とのスキンシップを取ったり、あとは友人と話すっていうのも大事になります。そして5つ目は食事、トリプトファン、これセロトニンの材料なんですけども、トリプトファンを多く取りましょう。大豆製品や乳製品、バナナです。ぜひね、対策やってみてください。